明けましておめでとうございます。令和最初のお答えでお話しさせていただきます。こちらの方を寝るのを寝ませんが、時が長かったですからございますので、お忙しい皆様方の企画長野の中間をお届けしご親切のものが知られたと思います。鹿島の方を星が明けということまで、政策を通しまして星が明けで見えばかると一緒にご協力をお伝えしたいと思います。価格的には収入をしてから休んだのと大体同じぐらいの休みが取れたような感じで、だいぶリフレッシュをさせていただきました。振り返りますと、昨年は元号が平成から令和へと改まりまして、新たな時代が始まったところでありまして、久保徳を同じくいたしまして、私自身、君の皆様のご支持を頂戴いたしまして、県知事に就任をさせていただいた忘れられない1年でございました。本年令和2年は、昨年来準備を進めております島根創生計画をいよいよ取りまとめて、そして実行に移すとしてありますので、人口減少に近地笑顔で暮らす島根を目指しまして、産業の振興、子育ての支援、中山間地域事業対策、インフラ整備、人づくりなどの各分野に卸し金で取り組んでいきたいというふうに思いを新たにしているところであります。イベントといたしましては、この1月からこちらにもポスター挙げておりますとおり、上野の東京国立博物館で特別展出雲と大和が2ヶ月間にわたって開催されることになります。5月の末には大田市三名山におきまして、第71回の全国植樹祭が開催されますし、この4月には東京の島根県の拠点でありますこの新しい拠点が日本橋から日比谷に移りまして、日比谷島根館としてオープンをする予定でありまして、首都圏を中心に島根の PR をするに絶好の機会を頂戴することでございます。そういった機会を十分に活用いたしまして、島根の暮らしの良さを PR していきたいというふうに思っております。また全国世界のイベントであります東京オリンピック・パラリンピックが夏に開催されるところでございまして、インバウンドの観点からいたしましても、これまで以上に外国から日本国内に多くの方々がお見えになる機会でございますので、島根県にとりましてのインバウンドの飛躍の契機に活用していきたいというふうに考えているところでございます。現在島根県では五右衛門も美肌も島根からということで、温泉や食も合わせての観光地づくりやイメージ定着のための情報発信など美肌観光を推進しておりますけれども、こういった諸々の機会を生かして、より多くの方々が内外から島根に訪れていただき、この島根のこの歴史文化自然を堪能していただくとともに、その魅力に触れてこのアイターンと結びつけていくといったことも含めて取り組んでいきたいというふうに思っております。政府におきましては、先月5日の臨時閣議で、経済対策を決定されるとともに、令和2年度の政府予算につきましても、先月20日に閣議決定をされたところであります。今回の政府予算では、地方一般財源の総額が確保されたこと、また地方法人課税の偏在税制措置によりまして生じる財源を全額活用して、地方団体が地域社会の維持再生に向けた取り組みをするための経費が地方財政計画に盛り込まれる、それに伴う地方交付税措置が講じられると
という予定でございまして、財政力の乏しい地方の公共団体に十分な配慮をしていただいておくか、まあ、昨年に引き続き防災減災国土強靭化のための予算が措置されております。今後公共事業をはじめとする個別の政府予算の配分につきまして、島根県で必要となっております、まあ、所要額が確保されますよう、まあ、国会議員の先生方のお力添えいただきながら国の働きかけを強めていきたいというふうに思っているところでございます。まあ、これを受けました県予算、来年度の県予算につきましても作業が本格化しているところで、ございますので、2月定例会に向けて、このこうした国の動きや島根創生計画の最初の取りまとめとの整合を図りながら、実行ある予算の編成に取り組んで、考えております。結びに、この本年が県民の皆様方県政にとりまして笑顔あふれる実り多い一年になりますように、そのサポート役として十分な仕事ができるように一生懸命取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、そのもとになりますのはこのメディアの皆さんを通じた県民の皆さんとのコミュニケーションが大変大事になってまいりますので、このテレビ会見等を通じて、三つらの考えですとか皆さん県民の皆さんの疑問に答えていくといったことで取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。続いて個別の案件でございますけれども、先ほどもちょっと出ました国立博物館、上にございます国立博物館で、日本食成立1300年の特別展、そして、出雲と大和展が開催をされます。期間は1月の15日水曜日から3月8日までの47日間でありまして、島根県と奈良県が東京国立博物館と共同で開催し、出雲と大和のこの歴史の由来の深い名品を非常に集めて、古代日本の生物やその本質に迫るといった企画の内容でございます。島根県からは重要文化財であります大社の伏見柱と水柱を初めて揃って公開をいたします。また国宝の法人大遺跡から出土しました青銅器189点と鴨岩倉遺跡から出土しました銅鐸30点を展示いたしますけれども、これだけまとめたこの展示をいたします東京の開催はおよそ20年ぶりというふうになるのであります。多くの皆様方にこの出雲の歴史文化大和とともにですね、ご覧いただきまして、この歴史の深さをご理解いただいて、またこのご来県に観光などでもご来県に結びつけていきたいというふうに思っているところでございます。またもう1点はこちらでございますけれども、大田市の三瓶さんにございます三瓶あずきまだ舞踊りの公開展示いたしますこの埋没人公園を全国的に PR するために、この愛称を募集をしていきます。募集期間は明日1月10日の金曜から2月28日の金曜日まで、まあ、県民の皆さん限らず内外の方でも可能でございます。まあ、とりわけ大田市の施設でございますので、大田市内の小中学生には応募のチラシを全員の皆さんに配布して、この応募するというところでございます。採用作品には県知事賞として5万円相当の商品を贈呈をいたします。そして4月16日には新たに整備したガイダンス棟がオープニングイベントを開催する予定がありまして、この中で愛称の決定のお披露目と表彰式を行うことにいたしております。なかなか眼蓄の深い、のものでありますので、結構難しいお題になるかもしれませんけども、親しみやすく覚えやすい愛称をつけていただきますように、多くの皆様の応募を期待しているところでございます。そして3点目がこちらの
石見美術館の企画展、富野義行の世界のご案内であります。まさにあります県立石見美術館で1月11日土曜日から3月23日まで冬の企画展富野義行の世界を開催をいたします。富野義行さんは機動戦士ガンダムシリーズなどを手がけたり、先ごろは令和元年度の文化庁長官表彰を受賞されるなど日本を代表するアニメ監督としてご活躍中であります。展覧会は監督の55年にわたる仕事のを解雇する初めての企画でありまして、富野監督直筆の資料をはじめ共に仕事をされたクリエイターたちの原画など約3000点のもの資料が展示をされます。石見美術館を含めた6つの地方美術館の学芸員が富野監督を説得して、作り上げた企画でありまして、まあ、インターネット上でも大きな話題になっているところであります。この展覧会の特徴といたしまして首都圏で開催されない内容の予定でありまして石見空港を利用した特典付きのイベントではすでに首都圏を含めて全国から多くの申し込みをいただいているところであります。中国地方での開催は本石見美術館だけでございますので、だけでありまして、また監督にも直接ご本人にご来館いただくイベントも企画しておりまして、ぜひ多くの皆様県内からお迎えをしたいと考えているところでございます。私からの冒頭のコメントは以上でございます。はい、選挙作業の時代です。島根創生計画に関してお尋ねします。島根創生計画の案をめぐっては少人数学級編成の基準見直しに関して各市町村や学校関係者との間で議論が続いていると思いますが、この教員課配の具体案はどのようになっているでしょうか。教員課配の具体案は教育委員会で今検討をされておられると思います。ただいわゆる数値基準で計算なんですが、数字で単純に数字を何か配するといった手合いのものでは種類のものではないと思いますので、まあ、計算式みたいな形ではなくて、まあ、こういうことに着目して対応していくといったその項目ですとか、まあ、そういったことを詰めておられるというふうに伺っております。具体的な項目というのは知事としてはこういった分野、こういった、まあ、子どもたちのに対しての、まあ、支援、支持をより手厚くしてほしいのとか、そういった具体的に目指しておられるところありますか。いや島根のその学校、まあ、これは島根だけで起きている課題というのはなかなかそうはないと思いますけども、島根の小中学校で抱えている個別の課題の中で、まあ、共通性が高くて、この大事な課題を、まあ、現場の状況に応じて教育委員会の方で、まあ、セレクトリストアップしてもらって、まあ、優先順位を決めて、いただければいいと思っておりまして、私の方から、まあ、これじゃないといけないとかっていうことは普段言って、申し上げるつもりはありませんけども、ともかく島根の教育をより良くしていくために何が必要かということを観点から、まあ、教育委員会の方で、広く検討していただくということを期待しています。その具体的な案というのはいつ頃をめどに示されるお考えでしょうか。教育委員会の方でやられている作業なので、で私も別の期限を付しているわけではありませんが、島根創生計画の中の、まあ、注目されている一つの項目であろうかと思いますので、まあ、できるだけ早く、まあ、慎重かつ迅速にこの決める、まあ、案を決めていただいて、この4人に問われるということになるんじゃないかというふうに思います。子育てと教育を、まあ、一つのパッケージとして県民の皆様に理解を求めておられる段階であると思いますが、その教育分野に関しても知事がこうより主体的にこうご説明をされるようなお考えというのはないでしょうか。まあ、制度的には、行政委員会、まあ、教育委員会ですとか公安委員会、まあ、労働委員会といったところというのは個別に、まあ、知事と同格の執行機関という位置づけであります。ただ私の方で条例の提案権、それから予算の総合調整権といったものを、まあ、お預からせていただいているという意味で、まあ、総体として私は総合調整をするわけでありますけれども、まあ、そういった意味で
教育の内容等についての判断というのは、私の思いは教育の計画、総合計画内でこのお示しすることにしておりますけれども、個別具体の指示を教育委員会にする立場にはありませんので、大事的には教育の内容としては、教育委員会でのご説明をいただく。ただ私は教育委員会に検討をお願いをして、今回の案を教育委員会にこの作ってもらっている立場でありますので、そういった私はそういった要請をしたこの考え方、元の考え方というのは私の方できちんと説明しなきゃいけないというふうに思っておりますので、子育てを全体として、教育福祉の垣根を越えて、パッケージで考えていく、そして、県の財政状況、置かれている財政状況を踏まえて、苦渋の提案をさせていただいているということを含めて、その分について私の方できちんと説明しなきゃいけないというふうに思っておりますので、適宜適切に場面に応じて、私と教区長さんで、合わせて、市長会長総会では説明をしたり、という場所場所に応じて、対応していくということで、両者の力を合わせて、この県なり教育委員会の考え、を伝えていきたいというふうに思っています。教員区配の案については、まで教育委員会の方で見直しに、まだ反対をしておられる市がありますが、そういった市に対して今後どのように働きかけていくのでしょうか。主に教育、少人数学級の数値基準の部分に着目したご意見が多いように思いますので、それだけでなく個別の学校学級の事情に応じた加配を、これは具体的なものはまだお示してきておりませんけれども、そういったことに対応していくということがセットになっている内容であるということ、そして、子育て全体を考えたときに必要となってきます子ども医療費の負担の軽減ですとか、学校が終わった後の子どもさんの過ごす場所をより適切に環境を高めていくと、親御さんの負担を減らしていくといったことを、全体を踏まえたお話であるということを含めて、全体としての評価をしていただけるような、丁寧な説明をしていきたいというふうに思っております。児童クラブの話もありましたが、先月末松江市内の市営の放課後児童クラブを視察されたと思います。保育園などと隣接しているそういった市営の児童クラブは、支援員が保育士としても活躍できるという、そういった働き方ができる一方で、なかなか公設クラブでは勤務時間だったり、その対処遇面で課題があるというふうに聞いています。そういった支援の確保が慢性的に困難な現状がありますが、支援確保に向けて具体的な対策は何か考えていらっしゃるでしょうか。研修の機会、研修の開催回数の増ですとか、アドバイザーの配置ですとか、いろんなことを今検討しておりますけれども、そういったご指摘があるということは承知いたしておりますので、より幅広く考えまして、できるだけこの創設計画なり、予算の中で盛り込んでいきたいというふうに思っています。すいません、関連してなんですけれども、 BSS の羽田と申します。少人数学級の見直しについてなんですけれども、先月24日、町会が開かれた折にですね、その日の午後、同じ建物の中で、町村の教育委員会の教育長会が開かれて、そちらで県教委の方が、同じ見直し案を説明されて、おられると思います。で、その見直し案の説明の際にですね、ほとんどの教育長からは、残念であるというような意見も出される一方で、首長会で了承するものをなかなか覆せないと、自分たちは従うというような体制、県が体制を占めたというふうにお聞きしております。教育長レベルの討論ではですね、どうしてもその、基本的にこの少人数学級が後退していくことについては、残念である、あるいは反対であるというような意見が述べられて、現場レベルで述べられておられております。知事は就任以来、現場に出かけていって、そこの意見を汲み取るということを大事にされました。こういうふうに教育現場から未だに、残念である、反対であるという声が出ていることについては、どのようにお考えなんでしょうか。
いろんなご意見があろうかと思います。ただ私が申し上げております通り、再三申し上げておりました通り、全ての皆さんが全て賛成していただける案というのは、これはベストの案だというふうに思います。ただ島根県が置かれている財政の状況、そして人口減少対策が、ある意味待ったなしになっているという、今の島根県の人口規模が全国的に見ても46位の水準になっているといった状況も含めて、どういったことを取り組むべきかという教育の枠組みを超えて、より幅広くといいますか、より教育の枠だけではない形での、パッケージさせていただいておりますので、この見方によって、見る射程によって、この評価が異なってくるというところは、ある意味、避けられないところもあるのかな。ただその教育の関係者の皆さんが懸念されていることについて、十分にこの方を対応していく、できるだけ対応していくということは重要なことでありますので、そういったことを教育委員会の方で、聞き取っていただいて、どういうこと、どういう工夫ができるかと、どういった課題がベストなのかといったことを、よく考えてもらうということが必要になってくるのかなというふうに思っています。この案を発表される、案を提示される前にですね、もっと現場に、教育現場に足を運んで少人数学級の現状をですね、つぶさに見た方が良かったというような反省、ご自身ではありませんでしょうか。私自身は今回も、今回、社会福祉法人で取り組まれているものを見ましたけど、どこかの段階で何かを見てないといけないというふうにものを考えておりませんので、教育委員会の話をよく聞き、そして、保護者プラの現状について、結構不思議な話を聞き、判断をしたということでありまして、もう一つ申し上げますと、先ほど申し上げました通り、教育現場は私自身が直接執行権を持っておりませんので、やはり教育委員会に対する教育委員会が直接担当されている分野に私自身がどれだけ、出ていくかということについては、そういう率直に申し上げて、教育とか警察とかという世界と、私が直接、執行している、世界とちょっと差があるのかということで、若干の若干だけど、その教育委員会がその現場を見られて、教育委員会で評価されるということが基本的なこの仕組みだろうということで、教育現場に、知事として、教育長、教育委員会を飛び越えて、入っていくということは、一つには、ある意味、遠慮して、対応すべき言葉だかなということで、対応していたつもりであります。先ほども質問でもありましたけれども、可配についての案がですね、具体的にまだ示されないと、議論がなかなか深まらないというふうに思うんですが、またその点について知事の方から促す、早めに具体的案を示して、それを議論で教育長同士が揉んでいくとかですね、そういうようなことが必要ではないかと思うんですが、そのあたり、知事の方から教育委員会に促すというようなことはお考えでしょうか。議論が深まる、深まらないの話というのは、それは片方に原因があるのかと。いうふうに私は思っております。加配の具体論について話が及ばずに、この論外だといったことで、議論がなされたりしている状況もありますから、議論を深めてもらうということについては、こちらの努力もあるでしょうし、相手側の受け止め方も、変えていただく必要があるんじゃないかなというふうに思います。繰り返しになりますけれども、議論を進めるためにも、具体案を、加配の具体案を早めに出すというようなことを教育委員会に助言されるようなおつもりはないということでしょうか。私自身は拙速にやるとは言ってますが、拙速にやるべきだとは思いませんけれども、慎重かつ迅速に行ってもらうということを期待しているというふうに先ほど申し上げましたので、その旨は伝えております。早ければ早い方がいいというふうには思いませんが、早いことが早いというのがいいことでもあります。慎重かつ迅速に、これを提示してもらうということが望ましいというふうには考えておりますし、そういうふうに伝えては自分の認識は伝えております。先ほど申しました町村の教育
院長会については、まあ臨時にまあ開かれて、そこにまあ教育委員会、県教委が招かれるという形で説明をしたというふうに聞いております。まあ、そのためには出席なり取材するマスコミの数も少なかったというふうに、ほとんどいなかったというふうに聞いておりますけれども、やはりいろんなこう議論がある、注目されている議題であればあること、議論のですね、公開性というのは非常にこう担保されるべきだというふうには思うんですけれども、そのあたり今後ですね、この地方創島根創生計画の議論をですね、していく上で、議論の公開についてはどのように知事お考えでしょうか。私自身は出席してるから別で公開しているおりますし、まあ、教育委員会がどういう意図でされたか承知してませんけれども、開催される側のところに呼ばれていた場合に開催される側が公開されないんだとすると、まあ、県庁の方でいかんともしがたいというところがあるのかなと思いますし、まあ、ある意味、プロセスが公開されるということは大事だと思いますけれども、まあ、一般的にも非公開でやって結果をブリーフィングするといったその報道タイプがあると思います。やり方はいろいろあるんじゃないかというふうに思います。ただできるだけ県民の皆さんの関心の深いことからということで、このどういう議論がなされているのかということが時間に伝わるということが好ましいということについてはお考えは一緒でありますけれども、まあ、自分自身はそういうふうに、そういった認識で対応しておりますが、まあ、教育委員会は教育委員会の事情があって、決して公開できるものを非公開しているということとはちょっと私は詳しく知りませんけど、まあ、同じ認識でやってくれていると思いますが、まあ、改善の余地があるのであれば改善をされた方がいいんじゃないかと思います。ちょっとこれは具体的にその町村の教育紹介の扱いがどうだったのかということについても教育委員会なり町村の教育紹介の方に聞いていただかないとちょっと私の方では内容具体的なポイントはちょっと難しい一般論として。ありがとうございました。関連していっていいですか。延長進行の時代です。先ほど現場に行かなかった理由というのを少しお話しされたと思うんですけれども、今後その島根創生計画を実行される前の段階でまた学校現場の保障人数学級を実際に実施しておられる学校の方に出向くというようなお考えが今のところ終わりではないでしょうか。私は予定はしていません。教育委員会の方で、その現場の意見を聞くということ、おそらく教育長さん、教育長さん、市町村教委を飛び越えて県教委が行くのかどうかという話もこれありますし、それさらにその県知事を飛び越えて、小中学校の教育現場に行くのがいいのかどうかという思いがありますので、現場の張り方というのは、すみません、いろんなパターンが。あるだろうと思います。現場の意見を踏まえて対応するということは大事だというふうに思いますし、直に確認していくというのは大事なことだと思いますけども、まあ、いろんなケースがあるので、みんながみんな同じようにできるかというと、まあ、した方がいいかというとそうではないケースもあるのかなということで、今のところはちょっと予定をしておりません。教育委員会が教育現場の話を、教育委員会内のやり方で聞いてもらうということじゃないかというふうに思います。ありがとうございます。最長審判の方です。ただちょっと一点だけ申し上げますと、私は教育関係だからといって話を聞かないということではなくて、当然その個別の102回ですとか女性活躍102回それから熊田東区の中では当然子育て中の若い世代の方もおられますので、そういった方から、教育のご意見がよく分かります。そういう意味ではその保護者の方、教育学校現場というその学校の中というところとはまた違う世界で、教育の話というのはそれは壁を設けずに伺うということは、実施をしておりますけど。すいません、少人数学級編成で1点すいません、見直しに対してですね、反対中心に対して、例えば個別保護されるとか具体的に何かその今後どういうふうな動きをされるかというのはいかがでしょうか。いろんなことを検討しているところです。例えば、それはそういう選択肢もあると思います。そういう選択肢も含めて考えて、今月中のところでというようなイメージですか。いや、それも含めて検討中。わかりました。すみません、話が変わりますが、法人事業税、電力会社の法人事業税の話について質問いたします。2020年度の、
税制改正でですね、政府与党が電力会社が都道府県に納める法人事業税の軽減を決定しました。いろいろなことを合わせて実質的に地方税収というのがですね、40〜56円のマイナスに抑えるというような内容にしています。島根県としては現行制度の維持を重点要望等々で求められていた中で、維持というところにはいきませんでしたが、受け止めはどのような感じでしょうか。結果としては収入金課税が今まで 100% という形で、大手の電力事業者の課税がなされていたということが、それが8割、100から8割に下げられて、2割別の要素が入っていたということになりますので、100% 堅持はできなかったわけでありますけれども、8割型の維持ができたということで、80点。どう評価するかということだと思いますが、これは先ほどの教育の議論ちょっと似ていると思いますけど、私自身も県財政、都道府県の財政だけ考えると、それはもう100じゃないと納得できないというのが、それは思いでありますけれども、ただ税というそのいわゆる政治の中核のところを、与党の中でいろんな議論がおそらく我々と違う観点からの要望に対してどう対応するかということで、多面的に検討された結果が出た結論でありますので、そこは私の射程からすると100点ではないんですけども、それが20点、2割入ってきたからといって承服しがたいとか、けしからんとかっていうことでは全くなくて、致し方ない。僕は今後この8割を堅持していくように一生懸命頑張っていきたいというふうに守っていくというところであります。島根県にもですね、影響額といいますか、この税制改正が決まる前にですね、一般企業と同じ課税ベースで試算されたところ、約25億円程度の減少が含まれるということでしたけど、今回の税制改正の決定を受けてですね、実際にどのぐらいの影響が出るかというのは試算は何かされてますでしょうか。いや、まだできてないと言いますか、結局新しい別の要素を加味して課税することになってますので、その別の要素については、昨年のデータがあるわけでもなく、試算するもとがないということでありまして、厳密に言うと試算ができないということですね。ざっとした推測をするという話になると思いますけど、厳密にはですね、最終的に課税までやってみないと出てこないということになると思いますが、全体がこれで縮んでますから、そう大きな影響額にはならないと、見方によりますけど、180億、大体10分の1くらいなっていますし、それに対する代替財源はある程度確保されていますので、大きな影響が生じる話ではなくなったというふうに理解しています。わかりました。で、昨年、大きな影響がないです。昨年12月の特別委員会でですね、2020年度の当初予算の要求段階でのですね、収支状況として、収支不足は15億円程度見込んでいることを示されました。今回のこの見直しに関してですね、今回の税制改正ので電力会社の課税の見直しで、この収支不足がさらに膨らむ可能性っていうのはあるんでしょうか。税制改正を個別の項目だけ取り上げると、それは原因要素というのは原因だということになると思いますし、ただ税が減るということは、交付税が増えるということでもありますので、それを相殺する要素もありますので、ちょっと一概に個別の項目を持って、どうなるかというのはちょっと言えない。税が税で決まって交付税が交付税で決まるというよりは、税と交付税が連動して決まるというところもありますので、それはもろもろ その税制改正の影響、そして交付税の算定の改正の状況を確認しまして、最終的にその一般財源総額としてどれぐらい
の金額が見込めるかということを見込んでいくんですが、実はこの今回の税制改正の影響が出るのは令和3年度からになっておりますので、来年度直ちにそのこの影響が出るわけではないということが、適用年度の関係で、そういうふうになっているというふうに聞いています。最長新報課電話です。中東情勢の悪化について伺います。中東情勢の悪化で原油高など、家計とか企業などに影響が出ています。長引けば長引くほど影響が広がってくるとは思うんですが、何か緊急的な対策について考えはありますでしょうか。いや、直ちにまだ何かということではないですけども、どちらかというと大元であります中東、イラクとアメリカの、イランとアメリカの関係が相互に武力的な争いになるということが相互、また世界経済でプラスにならないということを両当事者が十分に認識されて、冷静に対応していただくということが、一番大事なのかじゃないかな。それでただ緊張が続くということになりますと、いろんな影響がマクロ経済で生じてくることになろうかと思いますので、それはおそらくマクロの話で、国、これは島根県に突発的に出てくるというよりは、国全体、そして地方に、地域の経済にということになろうかと思いますので、そういった今回の中東情勢の緊迫化に伴って、その企業のマインドですとか、原油高がどこまで広がるかといった状況をもろもろ踏まえて、必要な対策を政府において、この迅速に取ってもらうということが大事だと思っておりますが、それが必要な状況なのかどうかということも含めて、私自身はちょっとそういうマクロのデータを持っておりませんので、この政府においてそういった景気動向を綿密にウォッチしてもらって、バリューショックがある場合には早めの対策を打ってもらうということが大事だというふうに思っております。ありがとうございます。J 通信社の大月です。来年度の組織改編を現時点で検討されているかどうかお伺いしたいです。まだ具体的にお話しできる状況でなければ、どういった観点から組織改編の検討を進めるべきかと考えを教えていただきたいです。はい、具体的にこれを決めているということはありませんが、いろんなの政策の充実をするというところがありますので、そういったところの、そういうその重点施策を実行するにあたって、よりこの、他の業務の組み合わせ、を組み替えた方がいいんじゃないかとか、よりその仕事が迅速に進む、体制を組むためにどうしたらいいかという観点で、どうやって仕事のアウトプット、成果を引き上げていくためにどうしたらいいかという観点から、この組織の見直しをしていく。ということに尽きるんじゃないかというふうに思っています。重点施策っていうのは人口減少対策、産業振興もありますし、子育て支援、特に産業振興の面ではいろいろその施策をいっぱい拡充している部分がありますから、そういったことを、既存の体制のままでやるのがいいのか、業務を組み替えてやった方がいいのかといういろんな議論をしています。ちなみに部局長クラスでの組織改編の可能性はありますでしょうか。それはゼロではないと思います。組織も、ゼロベースじゃないですけども、どこかのところは考えの射程は幅広くして検討するということになります。BSS の原と申します。昨年末から今にかけてですね、非常に暖冬傾向が続いております。雪不足、山では雪不足などもありますけれども、この、暖冬については経済活動にプラスの面もありますが、一方で産業によっては非常に大きな打撃を受ける産業もあると思います。県としてそのあたりへの手当てであるとか、そういうことはお考えでしょうか。具体的にここで打撃があるとかっていう話を
聞いているわけではありませんが、まあ、そういう状況があれば業種ごとに、まあ、保健所の影響が生じるのであればそれは必要な融資なりを対応する必要があると思いますけども、具体的に何かあるというふうに私はなかったので、認識しているものはちょっと今のところはない。ただこれは私がまだそこまでの問題し認識を持っていないからでありますので、そういうケースがあればそれは必要な対応をしていくということだと思います。まあ、ご指摘があったように、まあ、ある意味その寒いことを前提にして経済活動、医療費が作られたり、しますので、まあ、除雪大変ですけども除雪を見込まれている、まあ、経営されている建設会社もおられたり、まあ、普通冬は普通は雪が降るもので寒いものだということで経済も回ってますので予定されてますので、まあ、そういったことが予定通りいかないということがやはりマイナス影響では避けられないと思いますし、まあ、これだけ雪が少ないと、まあ、田植えの時期の水が足りるんだろうかという心配されている農家の方もたくさんおられますから、まあ、そういった足元での影響そして先々の影響も含めて、まあ、やっぱり冬は冬なりになってもらうというのが、まあ、一番まあ、皆さんが安心するんじゃないかというふうには思います。知事としてその何かその情報収集をするとか、こう 県全体でこうそういうふうな調査をするであるとかということはお考えでしょうか。まだまだ先の話というふうな印象でしょうか。いや、影響があるということであれば、多分その金の業界からお話があるというふうに思いますので、まあ、ちょっと聞いてもらうということまでイメージしていませんけども、まあ、そういった話があれば、詳しく話を聞き取って、まあ、事実に対応するということじゃないかというふうに思います。だから具体的に聞かれている話があります。具体的にこういう業界でとか、いや、ちょっとここで個別な業界はっていうのはあるんですけど、例えば同じ山陰の隣の鳥取県であれば、それで融資制度ですね、融資枠をもうすでに設けていたりですね、するわけで、で実際雪がないと稼働できないというような業態も、まあ、県内にもあると思いますし、で、まあ、できにくい、非常に集客しにくいというような業態もあると思いますので、あるいは農業をされている方の影響もですね、今後出てくるというような、うん、ことも懸念されると思います。そのあたり、まあ、お考えがあればと思って質問しました。まあ、多分必要な融資枠というのは島根県も持っていると思いますので、まあ、必要な状況があれば必要な発動していくということになろうかというふうに思います。続けて話題は変わりますけれども、知事は冒頭に何点か言われました中 のグラントワの企画展なんですけれども、はい、知事はガンダム世代ですか。バッチリですね。小学校時代に一番最初のこれくらいのがやっぱり放映されましたので、よくプラモデル店に買いに行きましたけど、なかなか在庫がなくて買えなかったという思いではあります。そういう面ではかなり楽しみにコディティングされてるんでしょうか。ちょっと具体的に行く用事はないですけど、ただ私がこうこの辺だから、あまり内側はよくわからない、新しい方です。ちょっとこう一部に、記憶が鮮明なのは、初期の頃のものに限られますか。ただ、何にしてもやっぱり、私の長男なんかも、長男の時代の、やつを一生懸命見てましたから、やはりこうストーリーがある程度変わってもやっぱり人を引きつける魅力がある素材なんだなというふうに子育てしてても思いました。ありがとうございます。すいません、日本海テレビの高梨といいますが、年始にですね、年賀会とあと仕事始め式の時に松江市内 の、ブティックが東京都で開いてた、お店についてちょっと、はい、お話しされてましたけども、はい、ちょっと経緯をちょっと詳しく伺いたいのと、どういったところに感銘を受けたのかを。1月の2日から多分1週間ぐらいだったと思いますけども、新宿の京王百貨店の1階の靴売り場、まあ、婦人靴売り場ですかね、の、まあ、本当に一番目抜き通り、人がちょっと困ったところではなくて、まあ、目抜き通りの一棚、
一番あの人通りの多い一棚、二棚ですかね、二棚ぐらいをあの松江のセレクトショップのご主人がそのスペース、本当にあの出店というよりはその二棚ですね、これぐらいの棚を二棚ぐらいあのお店の商品を並べられて売られていたという、まあ、これはあの妻が知り合いから伺っていて、でもともとそこで松江市内のお店で、靴を買っていたので、あの娘用にもう一足ということで買い求めようということで伺った、私も一緒に伺ったという、それはあの お店を出されていたのは2日からだったんですけども、私は3日でありましたが、まあ、あのその際にあの考えると2日のおそらく10時からデパートですが開店するでしょうから、まあ、そうすると元旦から元旦にまた東京に上がられ上京されて、まあ、準備をされたのは間違いないんだろうということで、まあ、元旦から出てこられて、一生懸命その、まあ、あの正月抜きで、まあ、仕事をされているということ自体にも感銘を受けましたし、伺うとあの帰るのは、まあ、3月に入ってからだというふうにおっしゃって、まあ、新宿が終わったら私は次は三重の方に行くんだ、で次はそういった感じでそのこう松江と東京の間を動かれて、そういうものをご自身の商品を売られているということでありましたから、まあ、本当にあの松江の街中の書店主さんが県外で一生懸命、自分が選ばれたの商品を一生懸命売られている、まあ、特にあの高齢化が進んでいるんで高齢者あのお年寄りがその履きやすい靴をセレクトされて売られているということで、そういう意味では課題先進権あの、まあ、少子高齢化という意味では課題先進権だけど、まあ、高齢化が最も進んでそういうニーズが多いあの地域の店なので、まあ、そういうものを一生懸命売っているんですというふうにおっしゃっていました。あの、まあ、そういう意味であのとしても人口減少で、域内の消費というのは人口が減った分だけ減っていくという傾向にあることは避けられませんけれども、まあ、それをその、まあ、跳ね返すために、いい商品を選んで、県外で、一生懸命売られるということをあの正月から言い行われて、長期間一生懸命頑張られているということに、まあ、感銘を受けたということであります。よろしいですか。すいません、ちょっとあの全然違う話で恐縮なんですけど、年末にあの、まあ、NHK の紅白歌合戦でもオフィシャルヒゲダンディズムさんが非常にあの注目されて、で県としてもですねあの、まあ、県庁を挙げていろいろな応援をされてきたかと思うんですけども、はい、まあ、あの非常に注目されていて、まあ、島根にゆかりのあるあのバンドかと思いますので、今後ですねその、まあ、県としてもどういうふうにあの、まあ、連携していきたいかであるとか、あるいは確かまだあの、大使親善大使にはなられてなかったかと思うんですけど、そのあたりの、お願いなどをどのように考えておられるかっていうのを教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。そうですね、あのまあ、これからまだまだおそらくその伸びていかれる部分だと思いますので、まあ、そういう意味でその観光大使っていうのは、まあ、ある意味その まあ、その本業の仕事からすると、まあ、プラスアルファの仕事なので、まあ、まずはどちらかというと、まあ、育っていただければありがたいですけど、おそらくまずはあのもっといい曲を作って、この世にこの出していくということを一生懸命やられるんだろうなと思いますので、まあ、そこはあの様子を見ながらあの応援をすることと、まあ、あのご協力をいただけることがあればということで、まあ、両になるでしょうか。あの具体的にあの何かあの不安があったり今調整に入っているというわけではありませんけども、まあ、ともかくあの三位両権ゆかりの深いメンバーで構成された皆さんがこのその音楽的才能を生かして、おそらく日本、まあ、場合によっては世界でこの楽曲を広められるということを、まあ、きちんと応援していくということ、それからまあ、今お話があったようにあのふるさとなりこのゆかりのある地に対する、まあ、ご支援をお願いできればそれはあの大変ありがたいというふうに思っております。ちょっと具体的に何かあのアクションを用意しているというわけではまだないというところであります。
ありがとうございます。あの話が戻って、あの法人事業税の話にすみません戻ってしまうんですが、あのそう大きな影響をおかけにはならないだろうとおっしゃってたと思うんですけど、確認ですが、それというのは、まあ今回の課税の見直しで、そこの部分だけ捉えると影響は出るけれども、例えば国からの交付税措置で手厚くなる部分もあって、そういうのをまあ考えていくと、っていうようなイメージなんでしょうか。まあ、一つには、例えば1500億が180億に縮まったという話が一つあり、その180億に対して、一つは県税であります、経費処理税が、まあ、55億円、全国別で増えています。まあ、それがあのどういうふうな配分されるかということで、一部はあの相殺をされると。それでもなお、当然、その影響額は当然残ると思いますけれども、まあ、基本的にはその 75% というのは、交付税の方で、まあ、補填をされるといった減収を補填する性格でありますので、まあ、そういう意味ではあの税の影響額の 25% がその交付税まで含めた、まあ、影響額だと、と考えると、まあ、あのそういう意味ではそう起きた規模にはならないんじゃないかという、あの、まあ、税で増収組合で増収されている部分もあると、経費一人税というものがあるということと、それでも残る減収分については交付税措置が講じられるということを、まず2点を含めて申し上げた内容であります。わかりました。新聞の榊原です。先ほどの小児通学級の見直しの話の中で、議論が深まらない原因は片方にあるとおっしゃってたと思うんですけれども、そのちょっと発言の意図をちょっと確認してもよろしいでしょうか。あの、まあ、どういう会がいいかという議論に至らないケースもあるということを、あの小児学級の数値比の見直しのところの是非で議論が終わってしまうケースがあるように伺っておりますので、まあ、そういう意味ではその加配の部分の議論が深まらないというパターンも私自身は、まあ、新聞報道なりで、まあ、伺っているので、まあ、あの県の姿勢、まあ、そこの部分については県も具体的な提案をしていく必要があると思うんですけども、あのそこの部分の議論を至らないという状況があるとすると、まあ、そこの、まあ、入り口で議論が止まってしまうということは、まあ、そういう意味では今あるんじゃないかというふうに思っています。市町村側ということですか。まあ、そうですよね。一部の、まあ、教育者さんのご発言を伺っていると、まあ、そんなふうに取れるかなと、まあ、そういうふうに、そういうことだなと私は受け止めている。あの私も何度も申し上げてますけども、まあまあ、教育の世界というのは、あるいはその、まあまあ、すみません、あの放課後クラブの話なんか知らない、あの医療費の負担が知らないというふうに割り切ってしまわれることは一つの考え方だと思いますけども、ただ、まあ、教育の内容として小児学級のその数値比の見直しとセットになっている加配の部分までは教育の射程で議論していただくのが適切な内容だというふうに思ってますけども、前段のところで議論が止まってしまっているっていうその話し合いの場もあるというふうに伺ってますので、まあ、そこのところの深まりというのは、ちょっと知見側だけで改善できるかどうかというところは、ちょっとまあ難しい側面があるのかなというふうに申し上げたところで、ちょっと言葉が足りなくてすみませんでした。知事としては、まあ、もしそういう状況が続いた場合に、それはこう仕方ないとして見直しは進めるのか、それとも諦める方向に進むのか、どちらでしょうか。いや、あの、まあ、それは当然意見を求めて、それはまず教育庁の方で
教育委員会の上でやってもらうことになるでしょうけど、まあ、それはまあその意見を出されないと意見の引きようがないところありますよね。その意見を言われないとその意見を聞き取り入れようがないっていうところがあって、それを我々の方でどうやって改善していくかなっていうのはちょっとこう相手側の姿勢の問題なので、その改善をするこちらが努力義務なり義務を負ってるかというとなかなか難しいなという気は、まあ、いたしますけど、まあ、ただより良いものにしていくために、まあ、同じ教育に携われている方々ですから、まあ、それは、まあ真摯な議論していただけるものだというふうに私は期待していますけども、まあだから今のような状況が続くっていうふうに、まあ、悲観的に見ているわけではないということでしょうか。ありがとうございます。これよろしいですか。最上進行議員です。それと、まあ、今の是非で議論が終わってしまうところもあるというお話でしたけれども、例えばその見直し、まあ、今の基準からこういう基準になったのかを示す提案を示されたときに合わせて課題の案も具体的に示されて、そこからまたちょっと違う反応だったのかなと思う部分で、いや課題の案というのはより教育委員会よりもより現場に近い市町村教育の方がアイデアがあってしかるべきことだというふうに思いますよ。何のためにその県教委はその教職員の人事権を持っておりますけども、学校運営含めてやっぱり市町村教委がやられて学校運営やられるわけですから、まあそのまあどちら側が悪いという話ではないですか、はい、京都都市の出川です。今のに関連してたんですけれども、そうするとその、まあ、今おそらく少人数学級編成の方で、まあ、松江市と出雲市と大きいということは意見が違うというふうに思うんですけれども、その、まあ、区長さん同士が知事と向こうの区長さんがもう対応するという話し合うというよりも、もう去年教育委員会の方で、まあ、進めてくれるそういうことになるんですか。いや、それは私は私の射程は教育のみならず子どもさんの、まあ、親御さんですけども医療費負担、これは教育の世界から一つ離れます、まあ、福祉に近いと思いますけども、まあ、それから放課後児童クラブの問題というのはこれも福祉の問題でありますので、まあ、教育委員会から所管されている部長市町村のも、まあ、ありますけども、まあ、普通だと福祉部門でやられている、まあ、そういう意味では今回の政策というのは総合調整権まで持っている教育も直接執行権はないけれども、教育についても責任を持って、ある意味その予算編成、等々で、まあ、責任を持っていて、なおかつその福祉も直接になっているという、まあ、首長さんの判断が一番大事だと私は思っています。やっぱり教育の世界だけ見ると、なんていうか、よさげに見えない判断だと思いますので、私としてはその市町村長さんに全体として、評価を求めているつもりで、まあ、ありますので、基本は市町村長さんのご理解を求めていく。ただ具体的なアイデアというのはとか、そのこういうふうに進めた方がいいんじゃないかとか、そのこういうふうな会がいいんじゃないかという提案というのは市町村長さんに求めるというよりは、ちゃんと教育委員会が教育委員会市町村教育から聞き取っていいアイデアを出していくというふうな、まあ、そういう関係を私はイメージしていますけど、12月みたいにまたその一同に関してっていうのは、まあ、今と考えてない。まあ手順はまだちょっと具体的に考えてまだ待てませんけど。わかりました。すみません。BSS の畑です。と言って確認なんですけれども、知事が示されました子育て教育のパッケージの、いわゆるスクラップとビルドの部分ですけれども、松江市の教育委員会であれば、放課後児童クラブもそれから、学校現場も、まあ、両方所管している。ので、まあ、それは非常にこう、よくお互いに個別の具体的なこう現場のこともよく分かるというようなお話もされていました。県としてその、今回の、子育て教育のパッケージの部分でプラスマイナスを決めたこちらは放課後児童クラブをプラスにして少人数学級をマイナスにするというような、その項目を決められたのはこれは県の教育委員会からの発案ということでよろしいでしょうか。いや、これは私の方から3億円程度の見直しができないだろうかということを教育委員会に検討をお願いをしたということのスタートでありますから、その際に何のためかというと、
子どもさん方の医療費の負担の軽減、そして放課後児童クラブという、体制が貧弱な状況にあるこの体制をより充実をしていくための、施策充実、体制充実をしていくためにそういうことができないだろうかということを私の方で、要請をしたということになりますから、私知事側で知事側の方として少人数学級をこう、項目として選ばれたということになれば、やはりその項目についての、 その、手当なりその実現に関しては、やはり知事が直接説明されるというのが筋のような見方もできると思うんですが、いかがでしょうか。だから私は説明をしてますよ、私は全体を説明をしていますし、その教育の少人数学級の水準、島根県がどういう水準でやっているかということを含めて、見直しの余地が全くないということはないんじゃないかということで検討をお願いをして、ということの経緯は、私はその都度県議会、おそらくこの会見の場にも、市町村長との意見交換の中でも、私なりには 120% 説明するつもりなんですが、ただ個別の課題の考え方とかアイデアというのは私自身が持っているものでもないし、私から言い出すものもないので、そこは教育委員会の方で検討してもらっている。私は市町村県教委が言い出してきたということを言ったことは一切ないですし、私の方でこういう全体としてのパッケージを提案をしているという説明をしてますので、何でしょうか。ちょっとなんか求められていることがちょっとずれてるかもしれませんけど、私自身は私ができる説明を私なりにはやってきているつもりではあります。個別の議論には、あまりこう首を突っ込まずに、そこは現場に任せるということですね。教育の中身としてどういうことが、加配の仕方がどういうことがいいのかとかっていうことを、私がアイデアがあるわけないし、学校現場を教育長さん、社会教育委員会よりも詳しく知っている立場でもないわけなので、そこのところを、私の方であれこれこういうことがいけないかというふうな形での検討の様子をしているということはないですし、ただおそらく教育委員会だから上がれてくれば、どういう考え方でこういうことをやろうとされているのかということを私は聞いて、自分なりの意見は言うかもしれませんけども、最終的に決められるのは、教育委員会だというふうに、意見交換するつもりですけど、でお互いその気持ちを合わせた上で、説明をしていく必要が、あろうかと思いますので、そういう形で対応していきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。